の芸能界を変える芸能プロダクションという、はい、プランなんですけれども、私もあの同業なんですけれども、はい、ちょっと説明していただけますか。はい、あの僕はもう一個の業界を作りたいと思ってるんです。今日本にもう何百、まあ、何千はないと思いますけれども、芸能プロダクションたくさんあります。その芸能プロダクションのほとんどが芸能人タレントを育てるということに関してはあまりというか全く行われていないということは僕は実感してるんですね。でそこがエンターテインメントを本当に落としている問題だというふうに感じています。で現在のですね、まあ、テレビのドラマなんかを見ていてもですね、あの、まあ、確かに人気のある俳優さん女優さん確かに見た目はとても魅力的なんですが、芝居という意味で言うと僕はまだ役者にはなっていないんじゃないかと、僕はそれがものすごい惜しく感じてるんですね。でここを変えていかないと今後の日本の芸能、まあ、エンターテインメントの世界というのはもう先がないんじゃないかと、というところから僕はこの企画を発想しています。これはあれですか、あの今の芸能界がダメだと、例えばあの今活躍しているタレントのどの辺がダメなんですか。まあ名前を出してしまうとあれかもしれないんですが、さんですとかさんですとか、確かに見た目はとても魅力的なんですが、芝居という意味で言うと僕はまだ役者にはなっていないんじゃないかと。あと男性でもあのさんとか、まあ大河ドラマとか出てますけれども、まあ、僕はあれはじゃないと思いますし、まああとあのさんなんかは僕はあの人はすごい勘のいい人だとは思いますし、テレビ見て面白いですが、ただ芝居のレベルとしてはまだだと思っています。俳優や女優の実力のなさを指摘するその男、はい、その目論見は一体何なのか。で具体的にどう変えるんですか。はい、ですね、具体的なやり方ということで言いますと、僕はまずあのライブをメインに持っていきます。で、まあ、テレビ番組はそのやり直しがいくらでも効きますから、やはりその緊張感ですとかそういったものに関してはやはり薄いと思うんですね。ところが僕はもうライブを中心にしてお客さんの目の前でもう面白くなければお客様ももうもろに反応出ますから、そういうところにあのタレントを置いてそして育てていくというやり方を考えています。何のライブやるんですか。はい、何のライブを今僕がやろうとしていることはあの、まあ、女性を中心に今考えてるんですが、あの歌それから芝居それから、まあ、コメディというかコントですとか、一番のイメージして分かりやすいと思うのがあの8時台を全員集合っていう番組、ドリフので、あれはあの全国 の、 その公民館とか区民館をライブで回ってもう生中継であの、まあ、コントがあって歌があってっていう、まあ、ですから、まあ、あのドリフターズのメンバーの方って今あの芝居に出ても何に出てもびくともしない強さを持ってるっていうのはやはりライブで鍛えられた本物だと思うんですね。あのちょっと一つ伺いたいんですけども、プロダクション経験にっていうのはありますか。どこかに入社されたとか。あのそれは正直言ってないです。ただ私はですね、13歳の時に当時もう僕は、まあ、ローリングストーンズなどっていうビッグバンドに憧れてあのミュージシャンになろうっていうのを決めたんですね。で高校生の時にその僕が憧れたローリングストーンズがあのプロデューサーにお願いしてあのアルバムを作ってもらうっていうことを知りまして、僕はプロデューサーになりたいと思ったんです。で当時、今はもうプロデューサーっていう職業はもうなんていうか認知されてますけど、当時日本にほとんどいない状態でしたから、僕がその第一号になろうと。で20歳から24、5くらいまでだいたい約4年間くらいスタジオミュージシャンとしてあの活動してきました。でその4年間の間に、まあ、音楽の勉強はもちろんですけれども、あのプロデュースの勉強それから、まあ、芸能界の勉強そういったものをやってきてました。あ、なるほど。あの高橋さんはあれですか、
今現在もそういう芸能関係の方なんですか？はい、私はですね、以前は経営コンサルタントをやっていました。ただ結局僕はその時に結局プロデューサーになろうっていう、それを本当に去年の4月に決めまして、そのために人を集める方法っていうのを徹底的に調査したんです。で、僕はネットアイドルっていう、まあコンピューターのインターネットの中だけの疑似的なアイドル、本当に素人の女の子たちなんですけども、芸能人になりたい、タレントになりたい、でもやり方がわからない、どこで何したらいいかわからない、それからほんの少しですけど勇気がなくてオーディションとか受けられないと、でそういう子がものすごいいることに気がついたんです。で、この子たちを何とかしようと、結局プロデューサーになろうっていう、まあこのインターネットでそのタレントになりたいという女の子を集めまして、今31名登録しています。で、30人選んだのはその面接をしたわけ？そうですね、面接。何人面接して30人？300名くらいの中からっていう形で、何か芝居をやらしたり歌を歌ってもらったりって感じで？そうですね。今高橋さんが抱えてる皆さん、いわゆる生徒さんたち、集められた方たち、どんな方だか分かりませんけれども、はい、だからやっぱりこれはね、どうプロモーションしていくかが問題なんです。そのプロモーションの仕方を説明してください。はい、ですね、僕はキーになるのがライブハウス箱を持つっていうことなんです。箱を持つ。はい、でそこでですね、もうできれば毎日ライブを開いて、僕は女の子たちをどんどん現場に出していって、それで本物を育てていくと。だからそのお客さんを集めるためにはやっぱり人気商売ですから、だからそのライブハウスを集客しなきゃお金は入りませんよね。はい、こちらインターネットでこっち、画面なんですけど、今350人女の子を紹介しています。多い日は1日に10万件くらいアクセスがあります。結構人気のある、サイトなんですけれども。1日10万ヒットします？10万ヒット。この後は1日に10万とか100万も考えられるなと。僕はよく分かんないんですけど、その高橋さんの言ってるのって宝塚みたいなもんなの？例えば芸能界のテレビじゃない部分って独自のやり方してますよね、宝塚って。そうですね、宝塚がイメージとして一番近いかもしれません。そういうことなんだね。はい、なるほど。その男のやりたいことは宝塚のタレント版、宝塚のように実際に観客を呼んで何かを見せるというシステム。これに虎が強い興味を示す。やっぱりね、ライブハウスを作るっていうんだったら分かるんです。だからここで宝塚みたいに自分の育成したタレントさんをここの小屋じゃなきゃ見れませんよっていうところに重点を置いてらっしゃるんですよね。そうです、すごく分かります。やればいいわけ。うちの母親の美空ひばりが最後に持ちたかった構想です。それ自分が動けなくなっちゃった、ファンの人ね、ファンの皆さんの前に行けなくなっちゃった。で、うちの祖母とずっと夢として語ってたのがその携帯です。最後の小屋を持って来てもらおうと。でも自分は歌を歌いたいと。この男の計画と昭和の大スター美空ひばりが抱いていた構想は一致するという。この上ない褒め言葉。しかし高橋さんね、はい、高橋さん、先ほど本当のエンターテイメントっていうのは、その芸を持ってなきゃいけないって言われましたよね。はい、で今あなたが持っていらっしゃる芸能人は、はい、その一流の芸を持っていらっしゃるんですが、これからそれを育てるんですか、持っていらっしゃるんですか、どっちなんですか？これから育てていきます。どのぐらいの期間で育てようと思ってるんですか？そうですね、2年、2年で僕は一流にしようと思って。どういうカリキュラムですか？でその2年で一流にするとしましょうか。はい、その間そこ のライブハウスはお休みですか？いや、そこには出していきます。で そうするとね、その一流でない芸能人を出して、それがあなたが言う一流のエン
それだったら分かるんですけどね。はい、その意味で言うとですね、今僕のところに31名所属メンバーが所属していますけれども、先ほど言ったネットアイドルっていうのが大体3000から4000人います。その中からの31名です。ほう、これは売れる。これは売れる。具体的なプランを聞き太鼓判を押す南電関電川原。それを希望額に手が届きかけた次の瞬間、例えばもうそのなんかタレントさんいらっしゃるんですか？今日連れてきてます。どんな人ですか？自分で見られて、はい、その子を見られてね、はい、エンターテイナーとしてどのぐらいのレベルだと思われますか？はい、正直なところまだ全然ダメです。全然ダメな人をどうやって教室ついてこないんですか？これ高橋さんね、はい、僕から見て全然ダメですっていう人たちを連れてきてここでお披露目しちゃうわけですか？はい、全然ダメだというアイドルたちをテレビで公開する。それが波乱を呼ぶ。そしてついに吉田栄作が沈黙を破る。僕同じ業界の、例えば、まあ、同じ業界か分かりませんけどの人間としては僕ここにいたくないですね。出てくるなら出てきたくないでしょ吉田さん。僕初の退場したいですね。出します。なんでですか？はい、なんでですか？僕たちの夢に対する気持ちを感じてほしいっていうことがある、だから僕を目指すところに。でそれだから今出てるテレビタレントと一緒じゃないですか。だったら結局2年間育てるのは2年間絶対出しちゃいけないと思うんですよ。とにかくトレーニングだけさせて、でその間それこそ宝塚なのか歌舞伎のそんなことができるか分かんないですけどのシークレットライブをそこでするとかね、それこそ一流のものをやってそこを埋めて、で2年後にバーンって旗揚げするんだったら分かるんですけど、そこまでもなんかその成長の過程を見せちゃうってことは結局一緒じゃないですか。まだ未完成なアイドルたちをテレビで露出する、それが吉田栄作は許せなかった。出します。じゃ今回に関しては僕見なくてもいいですか？見ないってのはどういうことですか？ここからいなくなるってことです。その時だけ。その時だけ、ええ、終わったらまた来ます。役目があるんで。現場退場したい。とにかくこの場にいたくない。初めて吉田栄作は退場を希望した。一俳優として男のやり方は許せない。まあでもなぜ僕がここまで感情的になってるかっていうと、多分僕も彼と同じような夢を見てるからなんですよ。そうですよね、僕だってそうですよ、僕も違う業態であればね、全然僕は素人だからわからないけど、彼がそのいわゆる理屈でやろうとしていることって、気持ちが分かりすぎちゃう部分ででしょ、そうなんですよ。そうですよね。でそこにやっぱり矛盾をどっかで僕は感じちゃうからですよね。嫌なんですよ、俳優吉田栄作が選んだ道は。すいません、退席します。全てを見届けるはずの吉田栄作が現場を放棄した。波乱の現場は急展開を見せる。まあ、だから高橋さんとしては要するにその芸能、今の芸能界、あとはそのタレントに意義ありだから、それをね、まあ、でもまず普通要するに、うちのタレントを見てくれと、そうです、はい、まあでも見てみようよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。スペースはこれでいいんですか？はい、今ちょっと移動していただきます。はい、じゃあペタクラブ入って。ついにその志願者がこだわったアイドル軍団が秘密のベールを脱ぐ。失礼します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 。
彼女たちをどうしても見せたかった志願者、そして絶対に見たくないと退場した吉田栄作。志願者と栄作、どちらが正しいのかはわからない。それはテレビの前のあなたに判断を委ねます。これから始まる彼女たちの全てをとくとご覧あれ、とくとご覧あれ。はい、じゃあスタンバイ。はい、はい、じゃあスタート。退場してください。はい、はい、失礼します。失礼します。ありがとうございました。失礼します。失礼します。失礼しました。何日ぐらい練習したんですかね。今日一日朝から。高橋さんとしては出来はどうですか。今のは。今のは最悪です。一番乗ってましたもんね、高橋さんが。あれがさ、ちょっとね、非常にゲスな質問。はい。3000人、4000人の中から選んだ人かなって思うんですね、私。いや、本当、正直言って。で、本当に高橋さん、300人の中から選んだの。本当に300人の中から。はい。しかし、今の時代にね、高橋さんね、はい、3000人、300人の中から選んだらね、歌でもね、プロ歌手に近いぐらいのやつが私はいると思うわ。おそらくこんなカラオケの時代でね、もう教えなくても、おうおう、なんかプロみたいだなと。不完全だと思うんであれば、一商品として彼女たちを連れてきた。不完全であると思ったらプロデューサーとしては絶対にここに出すべきではなかったと思うし、だって無責任なこと言うたわるぞ。すごい無責任。本当に無責任すぎますよ。いや、だって久しぶりにあんな下手くそな演技見たよ俺。
本当に一日で練習させたでしょう。はい、形として僕はその31人いる今の女の子たちを本当に夢つかませてやるのが僕のカリキュラムできてないじゃないですか。いやいや、そうじゃなくて、いやいや違います、ちょっと言わせてください。そうやって何にしろ自分が大事にしようと思ってるものを露出させるときに俯瞰全体で持ってくるべきではない。一日でやらせちゃったんでしょ。はい、何を変えるってんですか。ちょっとあまりバカにしないでください。この業界、この俺だって本当に血のしょんべん出るときは血のしょんべん出るような思いしてやってるんですよ。隣にいらっしゃる吉田さんが見たくないって言った理由も汲み取れますか。泣きそうな顔してたでしょ。それを急にあなたの独断と偏見で今日の朝から彼女たちって不安でいっぱいじゃないですか。エンターテインメントもクソもないでしょ。大変そうに見せないでエンターテインメントするからエンターテイナーなんですね。誰だってそうなんですよ。もうノリノリなの高橋さんだけ。泣きそうな顔して俺見てらんなかった。かわいそうで。いや、お責任感じてます。それはプロデューサーが流してないけど、とりあえず経営トップとして来ててですよ。信じらんない。経営の責任として人に恥がかせたいうのはほんまに責任取ってもらわなあかんと思う。それはあの僕が一番言いたい伝えたいことはですね、あの今日僕はお金くださいとお願いしに来たつもりじゃないんです。え？金をもらいに来たわけではなかった。ではなぜ？本当に何というかこれは続けていくものだって決めてますし、で、あのさっき31名うちのメンバーがいるって言いました。で、まあ僕とかスタッフあと数名手伝ってくれるのがいまして、全部で35名います。僕は今日はその36人目になってくれる人をここで探しに来たっていうのが僕の気持ちなんですよ。それ聞くとこれはな、俺せっかく高橋さん自体がね、やっぱ才能がないんだと思う。俺は高橋さんがね、もうそれしかないよ。吉田さんね、俺誰が選んだのかわからないけども、お金をもらいに来たんじゃないんだと。つまり投資をしてもらうためにここに来たんじゃないっていうことでしょ。そして言われることが36番目の人を探しに来たんだと。2点3点3点4点5点してから話が36番目の人を探しに来たんだと。36番目が3500万だからね。ついていけない。おかしいじゃないですかこの番組。何のために我々時間作ってね、こんな苦労ですか。だから一緒に夢を見ていただける人がいたら僕は。いや、だからどうしてね、不完全な女の子たちを連れてきたのかわからない。もうやめよ、私は。もう正直言って本当にもう考える余地ないです。もう僕は同じその業界を目指してて、もうなんか共感できる部分があって嬉しかったんだけど、がっくりです。もう喋ってもしょうないでしょ。この時点で皆さんからの合計額があなたの希望額に達しなかったので、今回はノマネでフィニッシュです、はい、吉田栄作をも怒りで退場させたあの志願者がノマネに終わった結果を伝えに行く。そして愛するアイドルたちに言葉をかける。それは意外にも前向きな言葉だった。ダメでした。
めちゃめちゃバカにされるぞ。もう最悪のあれだよ。ここ頑張れたらお前ら本当すごいぞ。次だな。次ですね。次だな。